まあ脱毛してるんですけどひげ、まあ、基本濃い、うんで、まあ、当然毎日剃るんですけど、うん、やっぱりその何て言うんですか仕事が結構時間が離れてる時みたいになると一日仕事というか、うん、まあ生えてくるじゃないですか。うん、かそれがもう本当に結局そこで剃らなきゃいけないという大変さというか一、うん、日一回剃ったらもうゼロになっておいてほしい。 ななんんかそのそそその…うううみ思いやーそうなんですけど例えばね、うん、ギュッとしてれば、うん、まあいいじゃないですか4時間ギュッとした仕事だとしたら、うん、1>, 1回沿って4時間やったとしてもただ2時間やって5時間空いて2時間とかだとしたら、うん、もう必然的に生えてくるわけでしょ。うん、でこういう今とか一応メイクしてますから、うん、これでその3時間4時間後の仕事も望もうかなと思うと。うん ななんか変なことにまたニョキニョキになってな気持ち悪くなりそうじゃないですかよくわかんないけど、うん、メイクを超えてヒゲが来たら一番一番目も当てられな,なくなるでしょ多分、うん、となると一回メイク落としてまたヒゲ剃ってメイクするみたいな、うん、もうその手間がもう一番うっとうしいまあそういう負担にもなるしね肌へのいやそうそう肌への負担が一番嫌な結局それで肌が荒れちゃうわけですから、うん、もうね一刻も早く薄くなってほしいそれいつ完成するの いやーまだまだかかるんじゃないですか部分的にはかなりもうなくなってきてるところはありますけど綺麗になったよなだいぶ、うん、やっぱりでもこの顎の下の部分はパワー弱めてやってくれてるんだってまだ痛すぎてあそうなんだ、うん、だからもうちょい強めたとしてももう本当に痛いしなそしたらねだからまあたぶんちょうど適度な痛さでやってくれるようにしてるんで、うん、もうちょっとかかるんでしょうけどああ長いスパンでそうそうそうどうせしかもそのなんかひげの周期があって2か月に1回ぐらいしかいけないですからねうん、うん いやでもそうしたら相当楽になるでしょうねそらんでええんじゃもんなうんだからその2回剃るのが結局なんで1日剃る分には別にね、うん、しょうがないとは思うけどまあみんなそれやってることだ、ね、そうそうそうそれで1回剃ってまたメイクしてメイク落としてまた剃ってでしょそれこそ <laughs> <laughs> またそ作ってもらおうが右剃って左剃ってですか <laughs> 肌も荒れるし息も切れるしもう最悪 <laughs> 最悪ですよ本当にいやそれがやっぱりね しんどいあ<ー>なんかね一回一回なんか思うんだよ例えばこれブチラジ撮ったあとライブがあるとして<ー>毎回迷うんだよああ微妙な時間で微妙でしょそのまあブチラジ撮る時間とかにもよるけどこのあ、まあ、大体3時4時に撮ってライブが7時開演,開演とかだとするでしょ、うん、で今は綺麗になってるわけじゃないですかそ、うん、った上にメイクだから一番ベストの状態でしょ、うん、でこれでこのベストの状態でいくのか、うん、はたまた一回 ソルとしては1回メイクを落とさなきゃいけないとかいろいろそういう兼ね合いがあるから余計そうメイクしてるっていうのがよけめ面倒くさいんでしょうけどね1回落とさなきゃいけないしそれをまたメイクしてみたいなまあまあちょっともうどんぐらいの感じなんだろうなと思って伸び率というかねどういうふうにどんぐらい伸びるんだろうなやっぱなんか勝手なイメージですけど寝て起きたらやっぱすげえ伸びてるっていうイメージあるしなまあ時間に限らず。 なんか起きてたらそんな伸びてないんじゃないかっていうイメージもなんかあるでしょうん寝て起きたらやっぱりな人間寝て起きたら1日経ったともうカウント、うん、<laughs> しますから、ね、基本ね、うん、いやーちょっとそこも踏まえつつまあもうちょっとすれば多分どんどん薄くなって、うん、そこまでの心配なくなるんでしょうけどね、うん、そうなると楽だなまあ劇、ね、的にそうそうやっぱメイクしてね、うん、でそれ慣れるとほんとにずっとメイクしておきたいって思ってくるしな なななんなら綺麗になりたい綺麗になりたいって思ってくるもんど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 ん,どんでそれを落とすのもねまたメイク落としとかいるしね、うん、本んに言ったらワックスとかもそうですからねワックスはそうねワックスも分かるしワックスだったら分かるしょその、うん、もうなんか別にいいんですよい一瞬人前に出る時にする分には全然いいというかそれはそうやって綺麗にしてた方がいいけどそっからしばらく相いてるの何かってなった時にもうベッタベタでなんかベタベタこんなになるワックスってどんくらい持つものなんだろうな いや3時間ぐらい経ったらもうほんまにべったべたなんか風呂入ってねえみたいになるなるよな、うん、一番逆に一番汚くなるというかいそこから修正不能でしょもう、うん、洗うしかなんかできないというかねなん,、うん、なんかそれがねまあ仕事によっては朝収録とかあってカチカチに固めても,うもらって、うん、その夜ライブとかになるとどうしていいか分かんないみたいな固めたりしたらもうひどいことになるねごまかしつつやるしかないみたいなね、うん、ちょっとこれはねなんとか。 まあ、まあ、本当は洗いたいなやっぱり、うん、洗いたいた太田さんとか収録終わると毎回髪洗いますけど、ね、気持ちめちゃくちゃ分かるよなできることならそうしたい、うん、でももうただあの人はめちゃくちゃびちょびちょに周りをするけど、うん、そろそろもうちょっときれいや本当にそのままビチャビチャのままこっち向いてもえっとか言っ,うううって、えーとか「いやえっ?」じゃなくてその <laughs> 毎回あれもやるからな てんもになるよ自分も嫌なのって言うねあれようやるよなポケットとはいえよくやるほんまにピョン吉びしょびしょになるんだからちょっとねいや気持ちはまあわかります本当にまあ大田さんその後帰るんだよなでも僕もそれやりたいと思うわ今日考えたけど帰るとしてももうやりたいなんかやりたい気持ちわかるわもうそう朝風呂派ですしね僕はああ 特にああそうかだからもうあこの状態でさすがに寝るのもなんか嫌じゃないですかワックスカチカチだったらそれは洗わなきゃいけないからどんだけ眠くてもなんかそうしようと思っちゃうからできればその場でもう落とせるものは落としたい単発ですしね動いとる時間にそう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 いう意味でもすごい気持ち上かるなんかあ<ー>あのソファーとかにこうやるのもちょっとい嫌とかあるんじゃない太田さん的にも多分。 そうだろうな、うん気持ち悪いんじゃないもうその仕事の時はさておきねまあガッチガチですからねやっぱテレビのメイクってうそ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 う、ね、固定されてますからね、うん、そういう意味ではちょっとまあ、ヒゲに関してもワックスに関してもちょっとねいい感じでやっていきたいですね、うん、折り合いをつけないとね,、うん、そうねしょうがないけどいい,いいサークルそうだねいいどんくらいでどんくらい絶好調を持つかをちゃんと把握しときたいな、うん、それ考えましょう平日毎日愚痴を更新していますぜひチャンネル登録してみてください